石田京一郎は、株式会社流星作所の第四代目代表取締役。1968年5月11日に、岐阜県大垣市で生まれ育つ。母方の祖父は、大垣藩三百国の士族であり、祖母は、野道村の庄屋であった。1992年、日本大学生物資源科学部森林資源学科を卒業。1987年に、 小田急六野駅でホームから転落した男性を救助したとして当時の日本大学新聞で取り上げられた。在学中の1990年から1年間はカリフォルニア州立大学イーストベーコーへ留学。当時は湾岸戦争時の最中ということもあり、日本大学での専攻とは異なるメディア学を専攻した。大学卒業後、前田建設工業株式会社へ入社。 中国支店、本店営業部、関西支店で勤務を経て退社。その後2003年に株式会社流星作所へ入社し、2010年に第4代目代表取締役社長へ就任した。現在はシリコンバレーのベンチャー企業へ投資をする投資家としての一面も見せている。 ニュースウィークインターナショナル2021年2月19日総刊後にものづくりについてのインタビュー内容が掲載された。サウス、チャイナモーニングポストウェブ版2021年6月25日リリースには AI ロボティクスの展開についてのインタビュー内容が掲載された。作家の横関朝子は母方の親戚である。ありがとうございます。